ドラゴンクエスト4導かれし者たち、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。皆さんパート27コメントありがとうございました。たくさんありがとうございました。パート27のコメント欄なんですけど、この話していくとちょっともう永遠にループしそうなんで、もうここでやめます。その、なんて言うんですか、ダルさんの好きなようにやろうとか、低レベルでクリアをしてほしいとか、もうその流れですね。もうここはバスでやめよう、もう。なんか同じことを言い続けてる気がするんで。ということでですね、バスで切ります。もうこの話はやめ。一つコメントをね、拾いたいと思います。西岡太一さんのコメントですね。ウポツです。ダルさん、いつまでゲシュタルトの下り続けるんですか？わらわらわらっていうコメントが来てます。はい。もう、最初宣言した通りですね。自分は最初から最後までやっていきますよ。何かしらでゲシュタルトって言ってみせる。フェイスボールか。全員で刺さるようになってる。こいつは強そうだな。また新しい敵が出てまいりました。イオラとか聞くのかな？どうかな？うわぁ。あれだ、凍りつくのは大丈夫か。凍える吹雪レベルになってくるとやばいのか。なんとかなると、うわ、効かないか、ここが。ただ、そんなになんとかなるか、ここはまだ、うわぁ、めんどくさいなぁ。イオラ、効かないパターンがあるんだな。通常攻撃で攻めろと。いや、生き系めんどくさいぞ、こいつ。もう、息の、オンパレード。フェイスボールめんどくさいな、こいつ。要注意だな。こうやって単体でじゃないや、グループで出てきてくれる分には問題ないが。何かと組み合わせてきたときですね。特に、高攻撃力モンスターと、組み合わせて出てきたときに要注意ですね。どうなってる？これ。どうなってる？これ。どういうこと？イカダはどっかにつけなきゃいけ、あ、そんなことないか。多分水路行く方が流れだろうね。水のな、マヒャド撃ってくんのかな？マヒャド撃たれたらきついぞ、さすがに。倒しとけ、倒しとけ、倒しとけ。よし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 。マヒャドはまずい。HP の4分の1は間違いなく持ってかれるな。マヒャドはまずいよ。これ魔法トーン説あるな。魔法トーン打った方がいいな。トヘロス打ってたのか。打った状態でこれだったか。あ、これ全員連れてけてるやつだね。これ助かるな。もうない。了解。これ、いいのか？なんか4箇所から行けるみたいだね、これ。小さなメダル多いな。そう、メダル王の城の、北。海鳴りの祠だったかな、名称は。に来ています。ここで何をするかっていうと、天空シリーズが眠ってるんですよね、一つ。どっかの街で情報いただいてたな。どこだったかな。とにかくここに天空シリーズが一つある。これを狙いに行きたいと思います。で、敵が強いと。敵が強いっていうのが、あらかじめ分かってたんで、過去一度 DS 版をね、自分はクリアしてるんで。いいのか、こっちで。あ、良さそうだな。あえて少し、遠回りというか、ずらしていきました。お、あった！天空の鎧だ。もっと奥深くまで行くイメージだったけど、意外と？小さなメダルが3つ。これで終わりか？あのね、やばい敵にまだエンカウントしてない。遭遇してない。これはラッキーだ。多分、逃げ切れるんじゃないかな。ああ、そうか、ぐるっと回んなきゃいけないか。これ中入らない方が早い。ああ、中入らないといけないやつか。フェイクか。だがしかし、あ、これ装備した方がいいんじゃね？一
このさ、天空シリーズ、強いわ。序盤っていうかもう、終盤の序盤で、天空シリーズつけられる勇者は間違いなくパーティーの中に入れていかないといけないね、ドラクエ4って。天空シリーズをつけられるのがこの主人公のみだからね。トルネコはつけれるんじゃないかなって若干コメント欄見て思ったんだけど、さすがになかったか。ちょっとね、脂肪的な問題で、ちょっとぽっちゃりしすぎてて、どうやらね、つけられないようですね。ガオン、大丈夫だと思う。こいつじゃなかったはず。オッケー。でも、マヒャドフライはやばかったな。先行取れたからよかったけど。オッケー。割と簡単に取れてちょっとびっくりした。でも、ラッキーでしたね。ここは強い敵がエンカウントするんで、助かったと思います。おそらくだけど。運が良かった。30枚になったら、天罰の杖。マジカルスカートは女の子につけるんだろうな。ここはマーニャかな？なんか魔力上がりそうな気がするんだけど、どうだろう。そういうわけでもないのかな？若干上がるな。安らぎのローブが外れたか。誰かつけれるやつで、あ、若干上がる、トルネコが。あ、ブラインも上がるね。三河市の服が変わったか。三河市はさすがに上がんないか。よし、オッケー。じゃあ次ですね。次はどこに行くんだろうな。今行けるとこは大体終わったか。そしたら探索になりそうですね。世界地図を見る。どの大陸も大体行ったか。な？あ、次どこ行けばいいかわかんない。じゃあちょっと一旦カットして探しますね。探します。では次、この大陸行ってみましょうか。どうやらこの大陸、岩山に囲まれてるんだけど、ここだけ入れそうな空気がある。おう！おお、そういう感じか。おお、すげえ。船は傾いたりしないぞ。ほら見て。平行移動してる。ありえねえ。ありえねえぞこれ。ただ突っ込むのはやめよう。あ、すげえ。船で基本的に移動するんだ。あ、そういうことか。なるほどね。まずここが村と化してるわけね。これ、降りれない？桟橋がついてるとこのみかな？ぽいですね。あ、横向けたし。あと三つね。ここは、間違えた。リバーサイドでいいのかな？リバーサイドな。自分ね、地名覚えるのがほんと苦手で。世界地図見てさ、この大陸のそばに飛びたかったんだけど、結局飛べなくてね、真反対のイムルってとこに飛んでて。ここら辺イムルじゃねえと思って飛んでみるんだけど、真反対なんだよね。よしいぞ。ただそのイムルがちょうど真反対だったがゆえに、このドラクエの世界、その行きたい方向の真逆に進むとさ、マップの反対側にたどり着くでしょ。そのおかげで、すぐここにつけたっていう。カットして10秒くらいですぐ取り出すっていう、ね、そんなこともありました。てか眠りたいのに宿屋のおっちゃんが寝てた。ごめん、でもまだ寝ないから。かわいそう。せっかく起こしたのにごめんなさい。疲れた。リバーサイド。まあ確かにリバーサイドだな。金のブレスレットはつけれるね。防御力が5上がる。あれだ。装飾品の一種だな。みんなつけてるね。ソロがつけてない、意外と。ただ、ソロ、防御力高えな、一人。やっぱ天空シリーズつけてるからな。あと天空の剣のみですね。いずれ天空シリーズも卒業はするんだろうけど、
強くしていくんだったらね。メダルが、はぁ、結構集まるなぁ。フラグが立ちましたね。空飛ぶ何かが、魔王に、海の底に封印されてしまったと、それをゲットするわけですね。そして、レミランも誰か出たな、そうだな。お、ちょうど猫ちゃんのいるところだ。出た。これ墓の前に命の木の実が落ちてることが多すぎないか？リアルだよね、なんかね。死体が肥料と化してるな、おそらく。対岸か。そうか。で、持って、それに乗ってか。なるほどね。あと一つあるよね。あ、ないか。気のせいか。三つ取ってたか。じゃあ、ちょっと寝ます？寝て。なんか大したアイテムはなさそうな気もするが。ただこの対岸のおじいちゃんとお話ししたいんだよな。多分寝てるよね。寝てたよね。あれ？あ、そうか。そういうことじゃないのか。ラナルータは夜にするだけだよね、確か。昼にはならないよな。じゃあ悪いな、二度目になるか、おっちゃん。今度こそ話しかけるぞ。おやすみ。若干強い武器防具は売ってるんじゃないかな。そろそろね。防具の店、鉄仮面はもういらないか。大したもんはないな。ないな。そうだね。別にだったね。武器の店。これ、武器の店着眼できた？あ、なんか。リバーサイド。よかった。着眼できた。道具屋。道具屋ってさ、毎回思うけど不要だよな、正直。特に終盤になってくると思う。ドラゴンキラー、若干強くなるか、ライアンとかめっちゃ上がるじゃん。今逆にライアン何つけてんだよ。あー、そういうことか。この動画つける前に呪われてたから、神父さんに呪い解いてもらったんだよ。それただ装備外すっていうあれになるのね。なるほどね。ライアン別に出さねえからいいけどね。ただメンバー今固定しちゃってるからな。せっかくだからな。ん？繋がってる説？え？違うの？え？どうなってるこれ？なんで？いけないじゃないですか。どういうことですか？真ん中のこの地下道は左に通じてた。あれ？あった。全然、あは！全然気づかなかった。釣り場を知りたいんじゃなくてさ、あ、別にこの人と話す必要ないのか。なんか有益な情報持ってるんだと思ってたけど。対岸にいる学者がなんちゃらって言ってたな。対岸って銀融詩人みたいな格好してる人のことだったのかな。魔神像があると。なんとなくだけど、ドラクエ8を思い出したな、この地形は。旅の扉か。どっか変なとこに吹っ飛ばされそうだ。旅の扉もこれこそ不要だろ、ルーラがあるからな。ここか。一個。小さなメダルの説が有力だが、問題はどこにあるかだ。それっぽいものがない、そんな時は、レミラーマ。え？
すごいとこ光ったけど、これ反対側から来れるか、来れるか、若干あるな。道が若干ある。これいけるかもしんない。あ、いける。多分小さなメダルだな。うわ、結構シビアだぞ。オーケー。もう一回入って、戻ります。はい、戻ります。もう一個コメント拾いたいのがあった。あ、でもこれは別にいいかな。あの、パズドラのフレンド募集してくださいっていう全く関係ないコメントが来てたんだけど。結構やっぱ言われるから、どっかしらで言わなきゃいけないなとは思ってたんですけど。これがマシン像か。ではね、次回からこのマシン像を進めていきたいと思います。この像を入って、南に確か着くような仕様になったはずなんで。はい。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。コメント一ついきましょう。このパズドラのフレンド募集のコメントの件なんですけど、基本的に、パズドラにしても CT にしても何にしても、動画のコメント欄でこういう風なやり取りしちゃうと、やっぱ見てて良くない、いや、見てていい気がしない方ってたくさんいらっしゃると思うんで、基本的にこういうのはツイッターで自分全部やってます。ので、その辺をご理解いただけたらなと思います。で、少し詳しく言うと、パズドラのフレンドの枠確かに空いてるんですけど、自分かなりハードっていうか、鬼畜な条件ばっか出します。ソニア今、プラス赤ソニア297の、スキルレベル2状態。で、まあ、毎週少しずつ、木曜ダンジョン潜って、レッドドラゴンフルーツ集めて状態やってるんで、まあ、いずれハイパーになるんで、今んとこ募集してる条件が赤ソニアプラス250以上の人ですね。もしその条件満たす方がいれば、むしろこちらから申請して、したいぐらいなんで、ぜひツイッターの方に、リプ飛ばしていただけたらなと思います。はい。じゃあ、これにて終了。にしたいと思います。皆さんたくさんコメントありがとうございました。最後ちょっと話しとこう。この像の前に来るとなんだかワクワクしてくる。アリーナ来たことあるのかな？すごいね。これ、このなんていうの？平面での360度回転は可能だけど、上に向けたりすることはさ、ドラクエ8みたいにできないんだよね。上って言えばいいのかな？縦のこの変化ができないから。上まで見せてあげられない。残念。よし、じゃあ次のパート行きましょう。コメントありがとうございました。皆さんたくさんありがとうございました。次回もよろしくお願いします。